こうなると、タチチューパー振れないはずなんです、本当は。本当は振れ、本当は振れないんです。はい、こんにちは。ギエルさん、こんにちは。ありがとうございます。よし、これいける、これいける。あ、もう相手、アーマーも打てないじゃん。ってことは、立ち中継で、いや、行く、わ、行っちゃいけない。相手から来るのを待つ。あほーい、食らっちゃった、今、ごめん。バレちゃったらしょうがない。あ、ない。ピコン。ない。ちなみに7の時もいけます。え、なんで？なんでダッシュした今。あ、うまい。これはいけるでしょ。あ、これはどう？当たったー。まあ、ギルは調整が難しいとかってあるのかな。OK。ちょっと難しめの入れ替えです。さてどうするべきか。溜まっちゃったね。 OK、 確定です。これ確かマイナス8やっちゃった。これ今のは完全にミスった。向こうは発動するのかしないのか。能動的に動きづらい。これは V トリガー発動が向こうあるから、立ち中継で精一杯だったな。ただ EX タックル結構打てんねんな、この状況。後ろ歩き、立ちガードしている。明らかに後ろ下がりをしているということは、次は一回中継で黙らすか。次一回中継で、あー今 EX したかったな。タイムになると思うんですけど、実は一個一個ちゃんと詰めていくと穴がある連携が多い。今のところ前中盤にしたいね。マジか。 OK。 で KOF もレバーで一回だけやったんですけど、結局レバーレスに戻しました。いい攻め。よし、後ろ下がり、台足きた。うん、ここで一発。えっ、何と怖いから使いたかった、正直今。ただ迷っちゃったから。あねえ、よし、これ待って、ガードさせたい。オッケー。ガードさせることで相手の V ゲージ、 V トリガー中の V ゲージ減らすことできます。
あ、これが下がる瞬間に飛び道具打つの。あー、これ入るんだよね。ただ一応狙いとしては V ゲージが溜まればいいなと思ってます。こっち大丈夫。これ大パンサンドブラスト、この距離だったらマイナス5になりますね。あ、うまい。おお、マジそれ痛いね。ちょっと待って、 V ゲージ欲しい。大丈夫か。 V ゲージ欲しいな。一発でやられちゃうな、これ。最後はシンプル。なんとかしのいだぞ。指揮はしときたいよな、せめて。コパンから入る。コパン下がり。なぜ空中暮らしちゃう。バックスか。よーし、やっぱ溜め直してます今。ここは逆に俺は慎重になりすぎるなよ。ここはし体育もしっかりね。あぶねー、まくりましたね。ヒット確認できるし、ヒット確認しやすいし。俺もダスト打ったら溜まってなかった。We even don't know if there will be CPT or Saigon Cup this year. やっぱ雑魚パンにすると確認難しいね。痛い。やべ、ファイナルもらっちゃった。あかんから、攻め立てられ、危ねー。失礼しました。こっちだったら簡単なんだよね。この後ろ前で出るから差し返し。全然現実的なんだけど、きついっす、これ。ちなみに、あー、前ダッシュになっちゃう。 V スキルが違うとやることが変わってしまう。削って、さすがに向こうもアイスもして慣れてるね。さあ、ここは使ってくる。これは玉抜けを匂わせた。俺のアルキガードが
ハードしてからちょっとゲージと相談だったのに今。ちょっと恥ずかしい負け方でしたね。